えー、2024年2月の7日水曜日雑談です、えー。ブルースカイという,う SNS があって。で、それが、まあ、入んないのなんて言われて今日はそれ入ろうかどうしようかっていうのをやってたんですけど、うん、うまく入れませんでね、携帯電話の充電がうまくいかない。おかしいなと思ってたの。線が切れてたっていうのがわかりまして。 <laughs> 明日充電のコード買ってきて、ほ、え、い、ー、で、その、登録できたら登録します。最近のやつはめんどくさいね。なんで電話番号のまで教えなきゃいけないんだよって。銀行でもなんでもない。そのお金預けるわけでもなんでもないけど。でもそうしないと本人認証みたいなのが取れなくて、そのいわゆる今、旧 TwitterX で。 流行ってるインプレゾンビみたいなのが出てくるから、あの、ね、ス捨てアカウント作って、なんぼでもその、ね、そのアカウント持って、えー、その役に立たない情報のコピペみたいなものをして、えー、それでインプレッションを稼ぐっていうのがインプレゾンビなんだけど、そういうことをさせないためにとはいえさ、どうせ捨て電話番号だってあるわけだから、 <笑><笑>ねえー、あの、ね。えの意味ないんじゃないのとは思いつつ、めんどくさいなって。なんかね、今日の、今日のね、あの、僕が登録する1時間ぐらい前は、メールアドレスだけで行けたって話らしいので、それで行けた人は羨ましいなと思いつつね、えー、ちょっとブルースカイっていうので、 もしかしたらもうこれでね、Twitter とお別れすることになるかもしれない。人間いくつもそのなんか趣味のものを持つのは不可能なんで。Amazon プライムと Netflix を同時に登録しててもどうせ見るものはどっちかに偏っちゃうので、あのー、そうなんですよ。Photoshop とイラストレーターを持ってても Photoshop ばっか使ったりとか。 イラストレーターばっか使ったりとか、どっちかに偏るんでね。ユニティとアンリアルエンジン、両方でっていうのはない。ユニティならユニティ、アンリアルならアンリアルになるわけで。うんそれが人間のキャパシティだと思うの。だからみんな Twitter やるんだと思うの。Twitter しかないから。 他のいろんな SNS の候補があっても、人が集まってやってる、ね、Twitter で登録人がないと、その、なんか、テレビのプレゼントコーナーにも応募できないみたいに、今なっちゃったから、うん、ね、その、なんだろうな、そのインターネットでの SN、SNS での居場所という意味で、これで一生懸命ビールが当たるんだとかさ、 ピザが当たるんだっていうのに、あの、登録したりとかして、えー、やる人ばっかりがいてね、そういう人がまたなんか、よくわかんない人様に文句つけたりっていうようなことをやったりとかしてるから、うん、意味わかんないなとも思うんですが、おそらく、その、ブルースカイも、もし人がまたいっぱい集まるようになったら、そこに広告効果を狙って、プロモーションが入りさ、 また企業案件でな何かそのね、そのブルースカイでその引用リポストしたら、んなんかあげるよみたいなこととかやり始めるんだろうから、人が集まればね、まあ結局は Twitter と同じようなことになるんでしょう。で、そこに厳しい言論統制とかもあったりとかするんだろうし、なんか ね、聞いたら水着でバンクだった人もいるっていうふうに、えー、聞いたのでまあまあどこにいても行きづらいわなとは思ったりしますそれだったら桜インターネットからサーバーレンタルで借りて、えー、個人ホームページでブ,ブログなり掲示板なりで運営して 行っっっったたたた方がままだいいいいいんじゃねえかかていうのももありり思ったりもいたします縛らられないから、ね、少なくとも水着で番はないので、ね、絵の練習の成果みたいなものでさ多少その色のついたキャラクターみたいなものでさこれはけしからんって言われるようなことは、まあ、個人ホームページではないのであ,あんまりないでしょそんな。その スケベな絵をばっか描いてて個人ホームページに上げてたとしてもけしからんからお前のホームページ閉めろみたいな攻撃を受けることはないので、えー、まあでも今の人はやっぱりまあインターネットの居場所を作るという意味ではねこの仮住まいのアリエッティみたいな感じでインターネットに仮住まいするっていうね、うん、この場所を貸してくれてるみたいだから登録して、えー 一時の、その、自分の情報発信のメインにするとかね、そう、そういうことにしてたんだと思うんだ、みんなが。だけど、みんな借り物だからそ、そのうち遠慮もなくなってっていうことで、<laughs> Twitter が今こんなことになってるわけですけど。<laughs> こんなことになってる。でも、買収する前から悪い噂もあったしな。<laughs> ーイーロン・マスクが買収したから悪くなったってわけでもないし。 買収した頃はよくやったっつってたわけだし、うん、なんだっけ、その、なんか,か、隠れた、隠れたので、あなたの投稿は世界にはあまり見られませんよ、みたいなことを本社がやってたみたいなこともあるからね、うん、それと同じなんじゃないのっていうのもあるので、えわ、ー、かんないです、こればっかりは。だけど、まあ、なんかのきっかけで、2024年が、 新しい SNS が始まる時であるんであればね、うん、それでいいのかなっていうふうに思います。うん、まあどうしようもないからね。その僕 Twitter X のそのインプレゾンビっていう人がさ、そのトレンドボタンを押した瞬間にさ、一番最初にバンって出てくるのが不思議でしょうがないの。 それが32万回見られてるのかっていうふうになってたりとかするんだけどな,なんでその一番最初にそのよくわからないその閲覧数目的で投稿した人のものがみんなこれが閲覧数目的だって分かってるのにあのその回避できないでこれが一番上位に来るのはどういうことだっていうのが。うん 最近、その、ツイッターを見るときにね、思うことで、あれ不思議だよなって思うんですよね。で、そういうことも多分、ブルースカイにも起こり、起こらないとは言えないので、起こるとは思うので、まあね、と思ったりとかします。みんなその、昔のツイッターみたいなのがいいっつって今、そこに行ってる。それで言うと、やっぱ昔のあれがいいっつうと、解雇主義みたいな感じでもあるよね。 新しくこういうことがやれますみたいなことが、ーないー、ねその。まあ、インスタグラムも別に四角い写真が投稿できるだけだし、TikTok はよくわかんないその10秒とか20秒のわけわかんないものを見るためだけにあるわけだしね。 まあそういう意味ではわけわかんないもので、あ、本当は新しいものに行った方がいいのに、えー、新しいものに行かず、うん昔っぽい。まあでも僕も Twitter どういう風に作って始めたかっていうと、なんとなくだからね、持ってた方がいいのかなぐらいでさあ、だニコニコ生放送の その配信を開始するときの、うん、お知らせとしてだけ機能すればいいかなと思ってるので,で、Twitter のね、Twitter じゃねえや、YouTube の連携もできなくなったからな、今な、投稿しましたよっていうのを全部手動でやらなきゃいけないから、あめんどくせえって思ったりはしますけど、じゃあもうやる意味ないじゃんとも思うし。 そ,のそこ、ツイッターで言葉を残してる人も別に大したこと言ってないし、嘘の方が多いし、そんなの一生懸命見てたってしょうがないからね。まあそ、そろそろ、ね、いいかげん同じツールをずっと使い続けるってことはない。大体、どんなツールでも、ね、そのみんなが使い始めて、そうすると、 その作ってる中の人がこう、こういう機能もあった方がいいだろうとかっつって、あさっての本日は。日本だとガラパゴス携帯っつってさ、携帯の機能におおよそいらないようなサービス機能がバンバンついた。あの辺の時代ですでにやらかしてるとね。<laughs> あのうんそういうことばっかりどうせなるんだから、その他人に依存してそのサービスに えー、どっぷり使ってしまうとそういうことになるので、えーまあ、気をつけた方がいいかななんていうふうには思います、まあ、近日中にもしかしたらブルースカイ始めるかもという話でしたでもそれには不安があるよねって話でしたー今日おにぎり食べましたお米を久しぶりに食べましたね10日ぶりぐらいですやっぱお米はおいしいねおいしいけど高いね物価が高いから あの、コンビニのおにぎりも170円ぐらい今するんでしょ。ほんで、その、僕が買ったおにぎりはおにぎり屋さんのおにぎりで、鮭の入ったおにぎりだったんだけど、240円したから、<laughs> あの今おにぎり1個240円するんだと思って。<laughs> あのうんまあねむ、昔の牛丼280円だったっつうから、 40円しか違わないで、こんな、こんなちっちゃいおにぎりが、僕にはちょうどいいんだけど、美味しくいただきました。すごいね。やっぱおにぎり屋さんのおにぎりは食べるとすぐにこう、お米がパラッとほぐれて、ほんで、中に入ってる鮭も大きめでね、まあ、おしかった <laughs> 美味しく食べれたし、良かったんですけど。 いやー物価が高いなあって思いました。おにぎり1個240円の時代かーと思ってねあ。あ、もう何にも食べる。焼肉とか食べに行ったら一体いくらするんだろう、今。3万円ぐらい取られるんじゃないだろうか。うん、ええー、怖いですね。お寿司屋さんと焼肉屋さんはもう一人で行けないかもしれない。怖くて。えー、そんな今日でした。えー、以上です。 多分、漫画家のニュースはもう一切みんなが忘れてるし、僕も今回触れなかったので、最後慌ててくれますけど、人間はすぐ忘れて、すぐ新しいことをしてあって、だけど、そこにはやっぱ過去への学習もないし、何の敬意もないしー、敬う心もないしね、そりゃ人間は進歩しないよなって思うよね。 こんだけいろんな失敗が世の中に溢れてて、じゃあ失敗しない生き方を模索しようというふうにならないっていうのは、やっぱ人間が学習しないからだっていうことなんじゃないかなと思います。これからもきっとそうなんでしょう。あーこれでも関東大震災なんか起きた日にはですよ、みんなもういろんな悪いニュースを忘れて、頑張ろう日本に急に変わっていくんだろうな、なんていうふうに思いました。 えー、というわけで今日は以上です。ありがとうございます。